IoT で利用されるスマートセンサーセンサーまたはセンサーは自然現象や人工物の機械的、電磁気的、熱的、音響的、化学的性質あるいはそれらで示される空間情報、時間情報を何らかの科学的原理を応用して人間や機械が扱いやすい別媒体の信号に置き換える装置のことを言いセンサーを利用した計測。 判別を行うことをセンシングという、検知器とも呼ばれる。センサはトランスデューサーの一種と言えるが、明確な定義はされていない。センサという言葉はトランスデューサーの実を指す場合もあれば、トランスデューサーに増幅、演算、制御、出力等の機能を合わせた装置を指す場合もある。センサによる測定は出力信号の処理によって以下の方式に分けられる。 センサが変換した物理量を人間が直接判読するケースセンサが一旦変換した物理量を人間が判読可能なようにさらに変換し直すケースセンサが変換した物理量を人間が判読しないケース多くのセンサは電気的、電子的な機能構造になっており測定器、電子、電気機器、制御機器等に組み込まれることで機能が発揮される MEMS 技術の進歩により多くのセンサーが従来よりもはるかに高い感度に達している。センサーは現代社会のあらゆる分野で活用されている。自動車、鉄道船、船舶、航空宇宙などの交通システム、機械、科学、農業、土木、エネルギーなどの産業ビジネス、医療、防災、住宅、防犯などの生活環境、宇宙、 ロボットなどのハイテク領域において普及が進んでいる。機械量熱工放射線電気磁気化学目的とする物理情報、検出原理、センサの形態によって多種多様なセンサが存在する。目的とする物理情報が同一であっても検出原理として様々な手段があり得る。条件にかなった最適なセンサを選び出すには測定対象とセンサの性質を よく考慮する必要がある。また、センサーはその目的上、厳しい物理的環境下にさらされながら使用される、ケースもある。実用の際は、ノイズによる、誤検出や故障が起きないように、検出方法を吟味し、適切な使用環境、防護形態のもとで使用する。スマートセンサー、あるいはインテリジェントセンサーは、解析、情報処理の能力が付加されたセンサである。 スマートセンサには測定対象に複数のセンサでもって測定を行う。一度に複数のデータを取得し異常な値や例外値を取り除きデータを処理しそれを蓄積する。これにより自動構成機能、自動保証機能が備わっていると言える。またその他の種類のセンサとセンサネットワーク通信機能で組み合わせて統合されたデータの測定も可能である。 センサーフュージョン、あるいはセンサー融合は、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚などの多くの種類の感覚情報から融合した、知覚を用いてセンシングすることである。センサーフュージョンは、複合、統合、融合、連合の4つに分類することができる。ありがとうございます。